チャオ、あっちゃんです。今日、9月の26日土曜日、あっちゃんの朝ごはんは野上の生食パンいただきました。いただきます。野上の生食パンを、これはね、野上の生食パンをね、こうやってちぎっていただくのが美味しいのよ。子供とね、一緒にいただきます。おいしい。おいしいね。美味しいな。ちぎって食べるのも美味しい。いいね。数日経ったらレンチンしたらね、またふわっとなるらしいね。ね、作った翌日が味が落ち着いてほしいんで。めっちゃ美味しい。美味しいパンはペタラといいね。もちろんね、市販のパンとかもパンは好きやからいろんなパン食べんだけど、野上の生食パンはこうやってちぎって何もつけずに食べるのが、もちろんこれでピザトーストしても美味しかったけどね。パンってほんまパン屋さん、パン屋さんごとにこだわりがあって、いろいろこだわりがね、このこだわり抜いて作ったものっていうのは、なんていうのかな、なんていうの、その作る人のこだわりをこう感じた時って、うわーって思うね。これにちょっとね、こだわりの塩パラパラと、パンの甘みがすごい混ざる。岩戸の塩ってすごい。トマトにも岩戸の塩まぶしてみた。おいしい。あいつはもともとね、職人やったでしょ。こんな感じで全くこう漁師やけどね、職人っていうのはね、この工業製品にはない職人のこの手作りっていうのにね、すごく共感できるのよ。扱ってるのは工業製品、車やだけどね。車もね、もともと職人が作って、職人が作り上げたもんやからね。だから、最近の車はあんまり魅力がないな、そこやね。ロックはなっていうけど。今日もやっちゃうね。食べに行きたい。
本当でグッド。今日土曜日やからね、ゆるっとゆるっと過ごします。白いところ、いや耳も好きやけど、白いところね、ふわふわで、一回こういうパンを焼きたての時間待って焼き上がったところも食べたい。買ってすぐまでね、食べちゃうんやろな。車やしていてね、そこそこ儲けてた頃ね、いろいろこだわりがあって、ピザの釜作ろうかなと思った時期があったり、パンね、自分で作るのにパン屋さんが使ってるオーブンみたいな、あんなん買おうかなと思った時期があって、一体お金も渡してあかんねん。いでもいっぱい子供あるの形から入るすね。自分でやりたいタイプやね。最近のもなくなったけどね、欲が。もうパンも自分で作りたい。料理も最初に。ほら、なんかまあいろんな創作料理作るんだけどね。うん。なおいしい。もがみはいいね。おいしいわ。これどこ行った？なんかね、説明劇入っとってんけど、昨日出したのかな。どういったの？今日見たかと思ったけど、出したんかな。これあらへん。うん、ね、野上の説明会の紙があってね、どこ行っちゃったの。なんか70年かなんか書いてあったな。数年前にいただいて食べてからね、野上もすごい好きで、みんなにもね何軒かあんねんけど、遠いのようちからね、ある程度の池に行ってないともうないねんね。朝いっぱい売り切れるから、焼きたて食べたかったら朝早くに7番に、おいしいわ。野上じゃないけどね、いろんなパン屋さんがあって、一日何回か焼いて焼き上げるとこがあって、もう一回焼きたら食べられないんだけどね。うん、美味しかった。野上の説明書どこ行ってんの。どっかを貼ってんけどね、昨日見てたんよ、よかった、はい、ということでね、今日は野上の生食パンで朝ごはん、トマトジュースとね、野上の生食パンでいただきました。何もつけずにね、ちぎって食べる、これが野上の一番おいしい食べ方だったと思うんだけどね、いやおいしかった、はい、ということで、今日のあっちゃんの朝ごはんは野上の生食パンをちぎっていただきました。やっぱりこう食べた瞬間、生クリームのね、生クリームというのか、口の中に広がるあのミルキーさがすごい、ね、甘みもね、すごい程よい甘みとね、ふわふわ感、もがみっていうのはおいしいな、パンのなんていうのすごい並んでいつも売り切れるっていうのが分かるね、
美味しかった、ごちそうさまでした。野上の生食パンめっちゃ美味しかった。はい、ということで今日のあっちゃんの朝ごはん、野上の生食パンいただきました。美味しかったです、ごちそうさまでした。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの朝ごはん良かったと思ったら高評価を応援コメントチャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。